ティッピングソースと共に皿に盛られたココナッツシュリンプココナッツシュリンプとはエビとココナッツを基本材料に用いたエビ料理の呼び名である。このようなエビ料理としては次の2種類が知られている。エビに衣をつけた上でディープフライするあるいは炒めるトースターやオーブンなどで焼くなどの調理法で作られたサクサクした食感の料理。クランチーココナッツシュリンプ。 ココナッツミルクと他の材料を使った炒め物料理。または串焼き料理。クランチーココナッツシュリンプは小麦粉をまぶしたエビを溶き卵に浸し、フレーク状のココナッツヘンとブレッドクラムをミックスした衣をつけた上でディープフライする。エビに小麦粉をまぶす前にバターで揚げても良い。衣をつける際に用いるブレッドクラムは日本風のものでも欧米風のものでも あるいは両方混ぜたものを用いても良い。エビの衣にさらに材料を追加する場合は、マカダミアナッツやアーモンドのような砕いたナッツ類を用いても良い。ディープフライに変えてトースターやオーブンなどの調理器具を用いて熱伝導により調整しても良い。あるいは炒めたり焼き網を用いて直火で焼いたりしても良い。熱伝導により調整する場合は揚げる場合よりも カロリーという死を低めに抑えられる可能性がある。調理後のエビは、クランチな食感になる。天面醤のような甘辛いソースや、桃のソース、アプリコットのソース、スイート、チリソース、マーマレードなどのディッピングソースを添えて食卓に出しても、良い。また、半月切りにしたライムを添えて提供することもできる。ライムのゼストもまた、料理の材料の一つとして使うこともできる。 コースメニューにおいて、クランチーココナッツシュリンプは前菜にしてもいいし、メインディッシュにしても良い。シーフードレストランではありふれたメニューである。カリブ海やフロリダキーズのティキバーでも人気の料理である。ココナッツシュリンプアトップライスココナッツシュリンプは、ココナッツミルクを材料に使ったソテーや炒め物として調理されることもある。この種の料理は、 ライスの上に盛り付けられる場合もある。玉ねぎ、ニンニク、トマト、パセリや、その他のスパイスを材料として追加しても良い。ココナッツシュリンプは、串に刺して、ケバブスタイルで調理しても良く。その場合、エビをココナッツミルクや、その他の材料と共に、マリネにしておいてから焼いても良い。エビとともに串に刺す、追加の食材としては、例えば、パイナップルがある。 焼き方は、網焼きでも良いし、フライパンで炒めても良い。この料理には主樹のディップソースを添えても良い。ありがとうございます。